そもそも何から行こうかな。そもそも、イエローナイフにオーロラ見に行こうって言い出したのって俺だっけ俺だ俺か俺じゃないよね。プロデューサーディレクターの池田が、ええー、その、リベンジだからっていう、あ、むかついてて、そうだよねそうなんだよ。あのー、2012年のそのお正月旅行の時にオーロラが見たいって言い出したら確か俺なんです。 ほいでいて、その、その時もメンバー一緒で、そのプロデューサーディレクター、池田と、俺と、俺の神さんの、まあ、三人で、その時アイスランドに行ったわけですよ。で、アイスランドで、えー、思いっきり空振って、何にもないとこです。アイスランド、本当何にもないところですよ。ほんで、ただ何もないお正月ってのも悪くはないよねなんつってね。自分に嘘をついて。これで、帰ってきたわけですよ。 それで、去年の暮れぐらいに、またお正月旅行行くどこ行こうと、そうそうそうだよ。プロデューサーディレクターの池田の方から、そのオーロラのリベンジ行きませんかと。で、ついては、その、カナダのイエローナイフっていうところに自分が調べたところ、その、うち来てくれれば99、99%オーロラ見れますっていう、その、旅行会社みたいのがあるから、そこに頼むっていうのね。もう今考えてみたらさ、 99っていう設定おかしくない ?100 でよくない ?100 でいいところを99っていうのは、あの、あれだよ、昭和50年ぐらいまではギリ浅草にいた伝助と枠の親父みたいもんで、<laughs> 惜しかったねーそ,そんなことめったにないんだけど、今日に限ってねーなんつってね。ね <laughs> 今日に限ってサイコロの録画5連続で出るとはね、なんつって。サイコロは触らせませんけどの、その肝心なんじゃねえのみたいな、そういうその不穏な空気もまあありつつ、えー、池田が、えー、言うから、で、うちの神さんにそんなこと言ってんだよって言,う言ったら、じゃあそれはいいわね、なんつって行,行くことになったんですよ。で、最初、日暮里から <laughs>、今思えば日暮里からね、スカイライナー乗ってさ、 成田行くんだけどさ、日暮里で池田と待ち合わせしたわけ。で、行った時に、その、日暮里のその、どこで待ち合わせるか決めてなかったから、俺がメールで、池田どこにいるっていうメールを押したつもりが、iPhone のさ、iPhone でさ、こうな、なんとか入力、フリック入力してくとさ、左下のところに顔文字の一覧みたいなの出てんじゃん。で、それを俺触っちゃったらしくて、 池田どこにいるの後に、すっごいニッコニコの顔文字が入っちゃったんだけど、そのまま流れで送信しちゃったもんだから、池田どこにいるニッコニコっていうやつが送られちゃったわけ。それをあいつが、俺が相当ウキウキでこの、顔文字なんか使うことないから、伊集院さん相当俺のプランが気に入ってるみたいに受け取ってるわけなんか。 だからもう来るなり上舌なのよな。今日、これからのプランがどれぐらいこう緻密に計算されてすごいかみたいになるわけ。ほいで、一応成田から飛行機で行ったらシアトル行くんだよね。シアトルに飛んで、シアトルで飛行機を乗り換えて、で、今度カナダのバンクーバーっていうとこに行くんだけど、なんなのあの入国審査っていうそのシアトルのさ、アメリカの入国審査がさ、 1>, 1月1日のシアトルに着いてるわけだからさ、そんなその1月1日、そのお正月旅行に来る人なんて大いに決まってんのにさ、窓口1個しか開いてないじゃん。窓口1個だけで、まあ、こいつが、本当になんだろう、そのサービス精神がねえし、あとおっせえし。で、まあ、長蛇の列で遅いわけ。で、やっとそれを乗り越えて、 で、今度、バンクーバー行くと、今度、カナダの入国審査があるわけ。これがすっごい。なんなのって、この入国審査、ね、こんだけの審査勝ち残ったら、少なくとも、ホリプロスカウトキャラバンで言えば、最後の本戦出れるぐらいの苦労する審査ですよ。それでもう別に、なんとこともないで、俺気づいたんだけど、あの入国審査って、めちゃめちゃさ、 簡単なことじゃん。今時指紋でもさ、瞳の交際でも何でもさ、その人の犯罪歴なんかいくらでもわかるわけじゃん。で、その、えー、っと、パスポートにだってさ、いろいろこう電子データとか実は書き込まれてたりとかさ、その昔の入国審査に比べれば、いくらでも機械化できるのにも関わらず、もう、ノロ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 なんかわかんないけど、一旦、ちょっとしたジョークみたいの言ったんだろうけど、俺理解できないから、すいません、理解できませんみたいな顔してった。 しけてんな、みたいな顔してるの、続けるシステムじゃんあれ。あの、思ったんだけど、あれで、おそらく切れないやつを入れてんだね。おそらくもう絶対、あの、あんなにイライラすることやる必要で、もうピーっていけるはずだもん。ゾロゾロ行ってピーで終わるはずなのに、で、えー、っと、 犯罪歴があったりとか危ない行動があったやつだけ弾くなんか絶対できるはずなのにですよ。だって他に持ち物検査とか金属探知機とかはもうたっぷりやってるわけだから、あそこでやることなんからデータチェックだけじゃん。顔が合ってるかっていうのとデータチェックぐらいのことだから、すぐできるはずなのにやらないのは、それだと思うんだよね。切れたやつだけ弾くみたいなやつでわざとイライラさせてんだと思うぐらい長いのありまして。で、その日バンクーバー泊まって、 で、バンクーバー、バンクーバーで、バンクーバー観光を見たこと言うわけ。その日の一日はもう、バンクーバーをたっぷり楽しんでください、みたいなことをそのい池田ツアーコンダクターは言うんだけども、1月の1日しから店なんか大してやってないから、<laughs> ねあとバンクーバー名物を知らねえから、<laughs> ねバンクーバー名物、メ、メープル、どうせメープルシロップだなんなの。<laughs> メイブルシロップを体中に塗って小熊マに舐めてもらったもんそれで終わりだろうも、もうバンクーバーでやることなんか。そんなすぐ終わっちゃったよ。で、ほいで、その、<laughs> 終わりましたと。で、次の日、バンクーバーからイエローナイフってところに、今度国内便で向かうんですけど、まずね、これが除曲なんですよ。これが実は不倫になってるんですよ。このね、バンクーバーから、えー、イエローナイフとこ行くのに、途中、エドモントンっていうカナダの、まあ、途中、 途中にもう一個駅があるようなモンスター。そこで一回飛行機降りて、エドモントンで降りる人は降りる。エドモントンから乗ってくる人は乗ってくる。で、そこからイエローナイフに行くっていうことなんだけど、まず一番最初に、バンクーバーから乗るときに、えー、っと、座席の都合かなんかで、池田プロデューサーディレクターが、 デブの隣は嫌だって言い出して、小型機だからデブの隣はもう、シアトルまでは我慢したけども、ね、小型機でデブの隣はもう嫌だっつんで、なんかその席を変えたせいで、池田ディレクターだけ先に乗ったんだよね。ちょ、先に乗って、ほいで、俺らが割った後に乗る。後にこう飛行機の中に乗る予定が、池田が乗って、しばらく順調に人が乗ってった途中で止まって、その、 なんだお客さん乗せると止まって、俺と他、俺と神さんと他、四五人ぐらいが乗らないままずーっと止まる飛行機ずーっと、一時間ぐらい止まってるの、ずーっと。で、もう池田とも連絡取れないから、これどうしたらいいんだろうと思うんだけど、なんかそのエンジントラブルならエンジントラブルみたいな放送があって、そういうのもないんだよね、なんか。全然ない、ないままずーっと止まってるわけ。で、そうするとさ、俺らの前のところにはさ、そのチケットをさ、 処理する、その、えっ、ー、と、航空会社の人がいるじゃん。係の人3人ぐらいいるんだけど、そいつがなんか何度も何度も電話を受けてんだけど、なんつったのかなえっ、ー、と、えー、I have no idea とか言ってたかななんか、それもその、呆れた感じで。俺の意味、俺の感じの和訳で言うと知らねえよ <laughs> そんなこっちに言ってくんじゃねえよそっちで処理しろよみたいなやりとりをずっとしてる感じがするんですよ。 ほいで、遅れて遅れて、そこに急いで、小走りで、ふわーってきたやつが、貴重っていう、上田正史作の感じ。誰か遅れてんぞ、誰かっていう空気から来るのが、え、そっから貴重でいいのっていうやつが乗ってくるギャグがあって、乗りました。ね。それ国内便に乗りました。乗って、やっとのことでもう、出るじゃないですか。やっとこれ出ました。ほいで、エドモントンってとこで止まって、 で、これで、エドモントンからは割とあっさり出て、これで、次着陸したところが、着陸、次着陸体制に入りました、みたいなことを言うから、あの、シートベルトを締めてください、みたいなやつあんで、あと、おちんちんしまってください、なんつって <laughs>。<laughs> <laughs> そういうのもあるじゃないですか。で、あれ、ちょっと、もともと予定した時間より早いな、みたいな。 あのパターンかって、俺たちもそうだけど、遅刻した時って恥ずかしいから頑張るじゃん。<laughs> その遅刻のこと後で言われるとさ、後で、お前が遅刻したせいでって言われるの嫌だから、ちょい頑張るじゃん。それかと思って、あいつ頑張ったのかなと思うんだけど、じゃなくて、止まったところは、全然違う空港なんだよね。違う空港に止まってて、これで、なんか、ずーっとそれもほとんどアナウンスないまま 俺の英語力のなさもあるけど、ほぼアナウンスないまま、あのー、イエローナイフまで行く予定だったけど、ちょっと途中で止まったみたいなアナウンスがあっただけで、全然何もなくて、ここでも1時間ぐらい何もないわけ。ほいで、やっと飛び立ったなと思ったら、次はエドモントン、エドモントンでございます、みたいな。<laughs> 戻ります、みたいなやつなの。理由もなく、で、一応悪天候だから戻る、みたいなこと言ってるわけ。ほいで、エドモントンに戻って、 で、で、もう、もう今日は飛びます、飛びませんっていう。もう嫌になっちゃったから、つって。ね。え、だから一旦飛んだんだもん俺、つって。遅刻知らねえ。そうそれもう終わったやつ。それは終わったやつ。うわ,いわ,いわ,いわい、うわ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 、行きませんって言われて。ほで、その、なんか、あの、天候不順だから、もう、もう今日は行かない、つって。だから、ホテル代とかで、しかもすごいのがね。 明日の便に振り替えます。で、ホテルはこっちで手配して、ホテル代はまあしょうがないから出してあげますよ。で、明日の便に振り替えますみたいな。で、その時点では、ちょ、ちょっと待てと。ちょっと待てと。全然その、エドモントンとイエローナイフの間の、もうかなりイエローナイフに近いところの空港に俺たち降り、降ろされたけど、全然好天、あの、あの、いい方の天気ね。荒れる方じゃない。全然天気の様子とかもおかしくなかったぞ。ね。 なんかお前らのその、言ってる悪天候っていうのはちょっと納得いかないんですけど、みたいな感じの講義は俺たち以外もやろうとしてるんだけど、もう、その段階で、ただ明日の便に乗り換えるつっても、明日の便が臨時便が出るわけじゃないから、明日の便の空いてるところに乗り換えるだけだから、早く手続きしないと、どんどん遅くなっからね、みたいな逆切れなのよ。どうすんの並ぶの並ばないのみたいな。明日も飛ばなきゃ飛ばないで、こっちはいいですけど、みたいな感じなの ええと思うじゃん。そういった途端にみんなわーって並ぶじゃん。文句言うのやめて。で、こっちも遅れちゃうと思うから、並ぶじゃん。まあ、これがもた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 またやってるわけよ。で、その間に、その池田がその99%イエローナイフの方の旅行会社電話かけて聞いたら、あのー、え、超晴れてますけどみたいな。<laughs> 超晴れてますよ、別に、みたいな感じなわけ。で、あのー、超晴れてます。で、 今日はおそらく相当綺麗なオーロラが見えますっていう、ね。これ <laughs> で、<laughs> ちなみに明日はって聞いたら、明日は予報が曇りですっていうのね。<laughs> へーんってなるじゃん。でももうその前でどんどんそのさ、乗り換え手続きみたいのやってんのさ、ちょっとこう聞いてるとさ、なんか一番最初の1便はもうなくなりましたから次2便ですみたいなことをもう始まってるわけよ、ずっと。これで、その、 その飛行機会社以外のも全部乗ってる、その時刻表みたいなやつを見たら、もう一便だけ、夜、まあ、その時点で言えば夕方なんだけど、夜の9時ぐらいに飛んで、えー、向こうに11時半ぐらいに着く、イエローナイフに着く瓶が、他の航空会社の便が、一個だけあると。どうすると俺らもう去年も、その、やっちゃってる。去年も無駄金、いっぱい使っちゃってる。 ね。ほいで、えっ、ー、と、今年も、もしこれで見れないってなると、損害がでかすぎると。金払ってこれ乗るって話になる。俺と神さんとい、あの、ディレクターで行けると乗るみたいな。ね。で、こう言うの忘れたけど、日暮里の段階で池田がまた、一日目に見れちゃったらどうしますみたいな言ってるのよ、ね。一 <laughs> 日目に見れそうだけど、もう行けねえんだもう一日目に今。で、どうしよう。 ってなって、いろいろ調べたら、結局飛行機ってさ、いわゆる格安チケットっていうのは何週間か前から取ったりすると、格安チケットってあるけど、その日に行ってその日ってのはほぼ低価なわけですよ。どうやったって。で、そうすると、一人300何十ドル。3万円近いの。3万円。だけどさ、天気下り坂だって言うんだよ、だから。その日は晴れてる。ほぼ見れる。 これも怪しいのが、こっちがいけねえって空気出してからその話してるらしいから、<laughs> いけねえんだったら昨日見れちゃったって言おうとしてる可能性もあるじゃんか、それ自体は。<laughs> ほんで、どうしようかな、この3万円だぜ、俺神さんと6万だぜねえお前は残れっていうわけにもいかないじゃんか。ほい <laughs> で、もう泣く泣く、しょうがないここでその3万、6万ケチって、結果、見れなかった。 だってな、嫌だから、払いますっつって。<laughs> 払うわっつって。んで、そっちの、その航空会社の方行ってさ、金払うわけ。でうちの神さんまた相変わらずさ、超社交性を発揮してるからさ、またその会社、小さい会社、元々行った飛行機会社も相当小さいんだけど、その先飛ぶ会社めちゃめちゃちい。だって、1日に2便ぐらいしか飛ばないようなちっちゃい会社でさ、あの、 お俺たち、その、わらにもすがる思いで、その会社のカウンターないんだよ。カウンターが全然ないんだよな。一番端っこの端っこみたいなとこやっとあってさ、真っ暗なとこにカウンターあってさ、そこでさ、ババアがライチ食ってんだよ。<laughs> 他全部で、他のそ,その空港の中でも、 他は全部なんかデジタル化されてんだ。相当デジタル化されてて、あのー、オートで発見システムみたいなのがほぼカッチリしてるわけ。ほいでいて、そこで働いてる女性の人とかもさ、その、なんかもう、背筋をピーンと伸ばしてさ、ね。来た人来た人をさばいてる中さ、ね。カウンターで、ライチをものすごい勢いで剥いて食ってるババアに、<laughs> あのす、すいません、これ乗りたいんですけどっていう話して。 で、もうめんどくさそうに手続きしてるて。その間に神さんはそいつとライチを分け合って食ってんだ、もう。<laughs> そのババアとどういう交流か分かんねえんだよ。食ってたよな、神さん、ライチ。で、私おせんべい持ってるからっつって、<laughs> 自分の持ってるおせんべいとライチを交換しながら、したら、ババアが、あの、えっ、ー、と、えー、いい席。この、この辺の席にちゃんと並んで取れるようにしてあげるわ、みたいになって、取ってくれ、席取ってくれ。 でそれ良かったね。もしょうがねえやな,な、その、うーんと、飛ばなかった方の航空会社はムカつつけど、まあしょうがねえかと思って、え時間もかなりもうまだ3時間4時間あるから、えー、一応その、飛行機のさ、えー、レストランみたいなところに、まあ壁みたいなとこ入ったらさ、横に来たさ、日本人がさ、あのー、僕らも今日中に行くことにした。同じ飛行機に乗り換えたみたいな話を。 してるわけ。ね、そこの三人ぐらいで、よかったね、なんとか乗り換えられて、みたいな話してて。で、もう、満席になっちゃってたら明日しかなかったからね、みたいな話してて。で、言ってるから、あ、僕らもうそうなったんですよ、ってまた神さんも話しかけたりとかして、それで話してたら、そいつらが、でも良かったですよね、ってあの、止まった方の航空会社が全額持ってくれて、って言うと。えっ、ちょっと待って、ちょっと待って、っていう。違うって、俺の、俺の6万、俺の6万、<laughs> 俺の6万だって。 で、ほいで、ちょっと戻ってあそこ行こうぜ、っつってっ。他の連中で聞いたけど、他の連中はお前らが必ずってるらしいじゃねえかよ、っつったら。なんかまあ、その池田の取ったチケットが非合法なんだか、プリントごっこが、であいつが作ったやつなんかしんねえけど、<laughs> 要はこれは多分皆さん今後旅を行く時の参考にしてほしいんですけど、やっぱり、正規料金に近いチケットってあるじゃん。 ほぼ正規料金で、その、割ときちんとした会社で取ってきちんと行ってるチケットっていうのは、そういうアクシデントの時の保証が全部ついてて、その乗り換えとかも持ってもらうと。かたや俺たちが乗ってるやつは、池田がプリントごっこで吸ったやつで、<laughs> で、も最後黒がほとんどないから、その、プリント取り寄せようと思ったらもう作ってないですよ、プリントごっこのインクって言われて、ほぼ手書きのやつ、ね。で、航空会社のハンコも芋版のやつっていう。<laughs> ホログラフのところはアルミホイール貼り付けたやつだっつって、よくここまで来れただけでも良かったじゃないかっていうチケットで、要は、格安中の格安チケットを通ってるから、そういうアクシデントに関しては、もう知らねえよっていうチケットだから、お前らのその3万円は、3万円は自分で払って当然だみたいな感じになっちゃって。はい。<laughs> もう、泣き寝入りですよ。ね。カナダの、カナダでやったことは、ちょっとメープルシロップを舐めたのと、泣き寝入りの二つですもん、まあ、この時点で泣き寝入って、これでそのイエローナイフついて。で、イエローナイフで今から、その、行きます。みたいな。なる、もうすぐに11時半ぐらいの深夜オーロラ鑑賞に行きますよ、みたいなこと言うわけ。 ほいで、下なんかな、バス見てるのに乗せられてさ、その深夜コースなんか選んでるやつは、今遅れてきたやつしかいないからさ、今遅れてきたやつがみんなすし詰めになってさ、その、えーと、オンボルバスでさ、雪山の中どんどん行くんだけどさ、雪山の中でさ、あのー、えー、今から行く、その、オーロラ観賞でございますが、みたいな話始まってさ、で、俺からしてみたらさ、今日はもう超晴れてるから、絶対オーロラ見れるみたいなの聞いてるからさ、もう、この、6万円分見なきゃと思ってるから、本来だ、本来見るのよりもさらに6万円 6万円分見なきゃと思ってるから、もう相当言ってんだけど、最初に言ってるアナウンスが、えー、山の天気は変わりやすくとか言うわけ。<laughs> 山の天気は変わりやすく、先ほどまで見えてたオーロラがもう見えないなんていうこともあるんですね。何その不りっていう。<laughs> 何その変なやつ言ってなかったやつって。でさっき電話した時は100%見えるけど、今日は100%、今日来てくれば100%見えるけど、明日わかんねえみたいな話じゃん、見たの。 ええと思ったら次は、ただご安心ください。よかった。万が一オーロラが見えなかったとしても、ええええええマイナス、そこ、もうマイナス30度ぐらいの気温が。マイナス30度の世界で、えー、っと、濡れたタオルを振り回すと、どのように凍るのか、の実験と、楽しいイベントが盛りだくさんって言い出したのね。 全然見たくねえ。全然見たくねえやつだと思って。なんとバナナで氷は打てるのか打てないのかっていうのね。日本人の回答だね。<laughs> 打てんのか打てないのか、これも皆様の目の前で。はあ見たくないんですけどそれバラエティ番組で何度も何度もむしろやってるんですけどそれと思いながら。 そのなんなかオーロラが見えます。オーロラビレッジみたいなとこ行くんだよね。でさ、もう、え、何そのフリーと思いながら、話全然違うじゃんと思って、行って、見、見れてやんの。<laughs> <laughs> オーロラちゃんと見えてやんの。もう不安でいっぱいでも俺見れない心積もりってる。もうその事件で、見れなかったとしてもね、なんての神さんに言うつもりで。出てやん。すげえ出てやん。 何やりメール読んでたら CM 終わってたろうね。ごめんなさいね。ええー、えー、っと、メール一枚。ね。お正月の愚痴。ね。これ、俺もだよ、これ、雑巾おじさん。ね。<laughs> ヤンマガの手ぶら騒動のせいで先週の砂の絵鑑が読めてない。それな もうさ、いいから、そっちいいから、手ぶらとか手ぶらじゃないとかいいから、<laughs> こういうこと言と小林義則に怒られるんだろうけど、<laughs> 俺にとって砂の栄冠の方がいいから、もうね、さあ、そういうことでね、オーロラ見えたんです。ね、皆さんが期待したオーロラも見えないってことはなかった。で、オーロラすごいよ。 今、オーロラすごいよって言った後に、本当のオーロラの凄さを、こう、ガーって言っちゃうと、伊集院超興奮してると思って。なんか、あみんな引くんじゃねえかなと思って、一旦、オーロラテルコでボケる手はないかなっていう。頭のところに通天閣を立てるみたいな、ボケはないかなって探ったけど、スムースに入れられるやつはないね。これない。で、その、なんかね、オーロラのね、についてすごい思ったんだけどね。オーロラってさ、絶対さ、あの、グリーンのイメージじゃん。 全然なんだよ。めちゃめちゃ白いんだよ。白い。で、白いから綺麗じゃないかっていうと、綺麗か綺麗じゃないかで言うと、想像してたやつより綺麗じゃないんだけど、神秘的っちゃ神秘的だし、気持ち悪いっちゃ気持ち悪いのは、要は、あの、えっと、ひ,ひらひらな感じのカーテンみたいなさ、その、感じね。白くて、 白くて薄いカーテンが見たかったらさ、ニトリに行きゃ見れんだけど、<laughs> ね。でも、それともちょっと違う感じの、あの、形はギラギラのカーテンみたいなやつなのね。それでいて白いわけ。だから、スジグ雲みたいな感じなんで、スジグ雲って言えばいいのか、すごい高いところにある煙ってうやいいかわかんないけど、 形とか色自体はその程度のもんなんだけど、出方みたいのが見たこともない出方。煙なら上がってくし、雲だったらもこもこ湧いてくじゃん。じゃなくて、なんか本当に嘘っぽい出方すんの。オーロラを描いた、オーロラの映ってるフィルムをフェードインするみたいに、スーって出てくるのね。その変な感じは、生で見といてすげえよかった。だって、 僕の目標であるところの、あんまりこうテレビカメラとか写真とかにきちんとそのままが映らないようなものなら見たいっていう、いち早く見たいという意識があるから、その通りで、全くその、あのグリーンの蛍光グリーンの色なんか、よーくこれ蛍光グリーンなのなのって自分を追い詰めていけばそう見えないこともないぐらいで、ほぼ真っ白な薄いカーテンみたいなやつが、 突然湧くっていう感じなの。突然湧いて揺れ始めるみたいな感じで、それ相当すごいのね。だけど、意味がわからないのは、だから消えかかったりしてる時には、あれ、オーロラなの、また、その、山の天気変わりやすいから、雲も出るから、オーロラなの薄雲なのみたいにもなるのね。でも、 結局カメラで撮るときって、その、シャッター開きっぱなし、開放しっぱなしで相当高感度で撮るから、緑に映っちゃうの。それなのに絶対緑に映っちゃうわけ。蛍光緑に。あの、あのみんなのテレビで見るあの色に絶対映っちゃう。だから、カメラに映ってる絵と、その空と全然違うの全く違うの。なのに、そのカメラに映ったオーロラをみんな、綺麗綺麗綺麗って見るのよ。 そっちのオーロラ自体はそんなにこう、出た出たってなったら、やべカ,カメラ早くカメラ早くみたいになって、ほいでカメラセットして、カメラに撮れたオーロラをみんなすげえ綺麗に映ったっていうのを、池田も。<laughs> 俺はもうそれがずっと気に入らないわけだってカメラに撮れたとか関係ないじゃんって。カメラに、その、お要するにカメラの機能を、 フルに使って、機械の機能をフルに使って、そこにありもしない絵を作るんだったら、別に CG でいいじゃんっていう。くしくも、行きの飛行機の中でうちの神さんのやってた動物の森が、1月の1日っていうことで、オーロラが出てたんですよ。神さんの村長やってる村の上に。だったらあっちの方は、3D な上に CG だから、もっと綺麗なのね。 それ見りゃいいじゃん <laughs> ね、俺から言わせれば、<laughs> その、なんなんだ、なんなんのかね、その、本物のオーロラじゃないものが映る。だからオーロラを写真に撮るっていう、ちょっと気持ちがわかるのは、真っ暗なところで星とかがちゃんと撮れるっていうことに対して、その、かなりコツがいるから、そのコツがうまくいったってことに対して燃えるのは、実は、ここまでわからなくはないのね。ここまで全然わかんねえとは思わないんだけど、変な感じ。 そこに出てるものと違うものをカメラに、要するそこに出てるものより、より綺麗なものをカメラに映すことを競い合うっていうことが、カメラってものは何写実って言葉もあるから、それ何っていうので考えると、相当変な感じなんだけど、俺として見たら、その、 なるほど、その通りに映らないとか、なるほど今までの常識として俺がオーロラと思ってたものとは違うっていうことに関して、相当大満足なわけ。だからもう、金じゃないんだよ そう、よくさ、その3万だ、6万だ、もう、<laughs> そういう宇宙、宇宙と地球の間で起きる天体ショーですよ。神秘的なものですよ。それを見るためにさ、お金じゃない <laughs> もう俺はむしろそれでお金のことを言ってるようなやつはね、もうダメだと思うよ。人として感性が腐ってると思うのね。で、だから、要はその時点でもうオーロラは素晴らしいと思っちゃったから、3万も6万もどうでもいいって思ったの ところがもう一回 CM 挟んでいい <laughs> もう一回 CM 挟んでいいところがのやつ。ところが一や 一個ぐ深んの焦ちゃった。その夜中にさ、イエローナイフついてさ、一旦まあそのホテルで旅行会社の人待ち合わせだから、一旦ホテル入るね。もうさ、そこで、その時点でマイナス29ドルだけ。 マイナス29度超寒いわけ。超寒いところにもうその専用の防寒具みたいのももうレンタルの契約してありますから大丈夫ですって言うわけ。もう口酸っぱくして言ってんだよ。俺のサイズはやばいよ。俺のサイズはやばいよ。つってね。俺のサイズはよっぽど確認しないとないんだからっていう話してて絶対大丈夫。何度も確認取ったんですから。つって言ったら案の定きつくて入らないわけ。<laughs> どういうことなんだよと。で言って、あのー、ないっすか。で、下は入った。また よくわかんねえのは、俺のサイズはおそらく、下は、えー、2XL で、上は 3XL っていうぐらいのサイズなのにも関かかわらず、下が 5XL っていう、ブっかぶかなの用紙だって、上が、 XL がピチピチな嫌がらせのやつが用意してるわけ、okay。これじゃいけねえよ、オーロラみたいな。そしたら向こうのやつが、あのー、素材は違うんですけども、上の、その、一応 2XL の上が用意できそう。素材が違ってですね、普通のジャンパーなんです。じゃあダメだよ別に、見た目だけケアしても、マイナス29度の前では無力だろ、みたいなありました。それ言うの忘れてましたわ。<laughs> 結局あって、まあ、なんとか言って、オーロラも見れて、で、まあ、その時点では、まあ、よかったね、オーロラも見れたしね、みたいな。ほいで、その日から、もともと3日止まることになってるわけです。見れるか見れないかわかんないから。でまあ、例のその、あのー、まあ、今回コーディネーターをやってるディレクター池田の、1日目に見れちゃったらどうしますその後、2日間超暇ですけど、みたいな、まあ、話はここから来てるんだけど。で、結局1日目見れちゃってるじゃん。 で、二日目も結局、その、行くことになってるわけよ。で、向こうからしてみると、その、一日見たからいいよって言われてキャンセルされるのが絶対嫌だから、あのー、今日、昨日よりまたいいの出る可能性ありますよとか、万が一出なくても、あの、濡れたタオルをですね、うるせえよ、もう、それ全然いらねえよなんでそれで俺が食いつくと思ってんだよ、みたいな、やつの、あの、こと言ってくるわけ。で、二日目なんだけど、この時に思うこと。 そしたら、二日目からは、その前の日に、えー、飛行機泊まって、で、一日ホテル泊まってくる連中が入ってくるわけ。三万六万使ってない奴が入ってきて合流するわけ。で、そこでも一人日本人いて、あれ、あの、今の便一緒じゃなかったですよねみたいなこと言われて、いや違うんですよ、僕らちょっともう、しょうがないからお金払って、昨日のうち来て昨日オーロラ見たんですよ、なんつってさ、言うわけ。ね それで言ってその現地のまた、オーロラビレッジに行ってさ、見ることになるんだけどさ、この時思うことはさ、やっぱさ、出るなだよね。<laughs> 人間そうでしょ人間そうなんちゃうでしょうよだって若い、6万払ってんだもん、6万払って昨日しか出ないって言われてさ、これでこっち側が思うことっていうのはさ、これであと2日出ないでくれたらさ、はぁ、6万惜しくないじゃない。 ねえ、そうなるや、悪い、わかるよ、その後から来たやつにも見てほしいみたいな綺麗事もわかるけどさ、そこではさ、残念ですねって言いたいじゃない。昨日は出てた今日はダメですねって言いたいじゃない、それは。 それよ、だって向こうは6万払ってないんだもの。俺は6万払ってるんだもの。なるじゃない。それはなっちゃうじゃない。出てんの。それも2日目の方がすげえのが。もなんだよ、その辺のユーズが全然効かないんだよ。俺らの方がさ。増えて3日目も出たな。3日目も結構な量出てさ。で、まあ、だけど、よかったよかったってなって、これでよかった。 よかった、よかったで終わればよかったんだけど、その、プロデューサーディレクター池田が、その帰り、カナダから直接日本に帰ってきても、一箇所アメリカで滞在しても値段がほとんど変わらないと。その、あの、俺がプリントごっこで吸った、その、ボーディングチケットではそれがうまくできるっていうわけ。だから、帰りに一回、 あのー、ラスベガスによって、シルクドソレイユの一チ新しいやつが、相当評判がいいんで、そのシルクドソレイユのを見て帰りましょうって言うわけね。ね。それは同じ、同じ値段なのね。もう3万だろ五万でないのね <laughs>。ラスベガス行って、シルクドソレイユ見て、で、1日泊まって、ラスベガスからロス経由で日本に帰って。 で、で、俺日本で、えー、帰ってくるのが8日の火曜日の昼ぐらいだから、その日は1日ゆっくりして、次の日9日の昼から、Q 様のスペシャルの2月頭放送分のスペシャルの鳥があるからっていう、そういう寸法だなって話して、こいで、ラスベガスに行くのよ。ね。立つわけ。ね。したらさ、そ,その日、 シルク・ド・ソレイユやってねえんだよ。<laughs> シルク・ド・ソレイユの新しいのは、なんか週末だけで月曜日はやってないっつってさ。<laughs> はぁ、あ、と思って。ただ、こんなエピソードからのスロットマシーンってどうなのなんつってね。200ドルぐらいやられて。ほいで。ほ <laughs> <laughs> いで、もう、しょうがないね。なんつってね。で、まあ他のショーを見たね。なんだっけ、あの、手品のやつ。ビリーブっていう。これがすごい。 もうラスベガスで今一番売り出し中の、もうそのすごいマジシャンのショーで、もうチケットはいつも売り切れだっていう。で、たまたまそのキャンセルが出たから、かなり近い前から4列目ぐらいの席が取れたから。あれいくらあのチケットいくらあのチケット結構なもんだろ一人だよ。一人1万7千円。198ドルだよね。だけど、だってそれだけすごいってことだよ。 その、その、と、手品のやつ、名前忘れちゃったけどなんか出てきて、で、そいつ、なんかその、決めゼリフがビリーブっていうやつで、で、これがすごいんだと。でもうシルクド・ソレイユが取れなかったことなんて、あの、むしろよかったと。ビリーブが取れちゃったんだから、むしろよかったよ、なんつって、見に行ったわけ。したらこいつが大規模なナポレオンズ程度のやつなのね。<laughs> 俺ら目の前でナポレオンズ見て育っちゃってるから、 もうさあ、その、やってることはナポレオンズなわけ。そのまん、ただ規模がでかいわけ。要は、 さっき言ったその浅草のデンスケトバクのおじいちゃんのパターンでサイコロ振るやつと、あとカップの中にさ、カップの中にひよこをこうやって入れてさ、こうやって回してさ、そのどのカップに入ってるかっていうのは当てるとお金が倍になってさ、デンスケトバクってそういうインチキトバクなんだけど、こう言って、もうわざとらしく動かしてるんだけど、その次は、え、2回連続だと4倍ってなってさ、いよいよ最後さ、もっとかけるっつって全財産かけさせたところで、 カップの横からちょっとヒヨコの尻尾見えてんだよね。その、尻尾が見えてんのを見て、これ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 ってお金かけると、実はそれ開ける瞬間に消えて、違うところからヒヨコが出てくるっていうのが、浅草の電池塗、塗膜なんだけど、それを、要は、虎でやるようなやつなの。<laughs> 要は、規模はすごいでかいの。だから、今時、人体切断マジックなんか、ちっとも面白くらいじゃん俺に言わせる。 人体切断マジかいくらでもあるじゃん。箱の中にいて足も動いてます。上半身も動いてます。だけど真ん中のところに、あの変なついたてをパーンって入れて、それで横に離したら足はバタバタしてて、頭は目はパチパチしてるのに、間は離れちゃってて、ま、二つになっちゃったキャーって戻すやつなんてさ。 あの、ダークヤマト師匠が、その、もう亡くなったダークヤマト師匠っていうもう俺きれきが、もうすごい大御所が、昔俺が二十歳の頃に寄せ若竹で、お客さん一人しかいないのにそのお客さんを切っちゃったことがあるから、それを見てるから、誰も見てないんだから、観客がいないんだから。観客はそこで真っ二つになってるやつなんだから。ほんで、外で元に戻して、はいっていうのなんかさ、百万遍見飽きてるじゃん。だけど、舞台装置が、 すごくて、痴しぶぎが飛び散るの。その落ちてくるやつが、その、えー、ダークヤマト市場の場合は、単なるギラギラしてる、えー、っと、鉄板だったやつが、本当の超直径2メートルぐらいの電の子になってるわけだけなの。 ほいで、それが、ものすごいフルオートでガーって降りてきて、で、下からもその入れた、その箱に入れた女の人がガーって上がってってさ、ほいで、寸止めなんかしてさ、ちょっとこう、みんな煽った後にさ、結局内部がバーって入っちゃって、そっから血のりがブーって出るから、ギャーってなんだけど、俺だって、もうダークヤマト先生の見ちゃってるからさ、<laughs> そんな感じの、全部そんな感じのやつなんだよな。だって最終的に、どんどんエスカレートしていくじゃん、普通。 エスカレートしていくけど、今やったみたい舞台装置だからちょっと麻痺するんだよね。やっぱこっちがもういいやってなるんだけど、だ一番大取りにやったその派手なさ人体切断の前に、一旦冷やそうとしたのかなんかわかんないけど、ど真ん中に立って、これほんとらしいだよ。客色全然なしだよ。あの、 それまでさ、でっかい人間とかが入ったバケツをさ、スライドさせてさ、どこに入ってるかって開けると、ぶっ最後の男が入ってたそのところに、アメリカのなんかもう、なんかお、おっぱい、おっぱい、まあ、シリコンの塊がすごい勢いで胸のとこについてる女が出てくるみたいな派手なのやった後に、ポケットから、ポケットから、昔のカミソリの刃あるじゃん。 スケバン強固みたいなのが持ってたカミソリの刃あるじゃん。今時使わないあの一枚刃のカミソリの刃を出して、それを一枚ずつ口の中に入れて、飲みましたみたいなベロ出して見せるやつを、<laughs> 5回連続でやった後に、5枚連続で入れた後に、糸をどんどん飲んでって、それを引っ張ると全部カミソリがついてくるっていうやつを、ハードロックに乗せたやつなんだけど、<laughs> ええー、浅草のやつだよね、それ <laughs> ブラック福田先生のやつだよね、それみたいな。<laughs> ま、いつも、ま、198ドル一万プラス。<laughs> <laughs> すげえ伸びちゃったらすって。<laughs> <laughs> 神さんとだから俺も3万5千円。それ見て。いよいよ、じゃあ俺のメインイベント行っていいメインイベント。 で、まあ見ましたと。ね。でいて、まあ、その、池田プロデューサーディレクターと、うちの神さんと、まあ3人で、ね。ラスベガスの空港から飛行機乗り、ロスに行きました。で、ロスでトランジットで、ロスで乗り換えて、ロスから成り旅に乗るんですけど、で、そのロスの成り旅に行くには割と早めに、ロスの空港に着いちゃってから、ちょっとブレックファーストなんかしながら、ラスベガスは打足だったね、なんつって。今回の旅、ラスベガスは打足だったねー、なんて話しながら待ってたら、 どのタイミングだっけもう乗るっていうタイミングだよね。時間潰しが大変で、結局飛行機乗りましょう、ロスミン乗るっていう段階で、ちょっと機材チェックをするから、乗らないでくれっていう話になる。で、これでその機材チェックするから、ちょっと機材、ちょっと見る、見ちょいっと見るだけだから、ちょっと見るだけだから、つって、ちょっと待っててって言うんだけど、1時間ぐらいあそこ待ちましたよ。1時間ぐらい待って、で見たら、 大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫大丈夫って言ったらどんな、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 どんなって言ったら、で、それでみんな乗ったんだよね。一回乗って、飛行機全然飛ばないで、そっから。そっから飛行機の中に多分2時間いたね。1時間40分がいたからいて、なんか、とにかくちょっと変なんだよ。ちょっとだよ。ちょっとだから、ちょっとバけるみたいな感じの放送が入るわけ。じゃあ待ってようかと思うと、また、もうちょいかな もうちょいかなっていや、俺は大丈夫だと思うんだけど、ダメだってやつもいなくはないんだよね、つって。いやいやお、俺的には全然よ。全然なんだけどもっていう。こういうのは、ほら、角が立つからさ、なんつって、ね。ほら、物が飛行機だからねー、なんつって、おいで英語でだよ。<laughs> 言うの言うわけ。 そしたら今度、ちょっと今までが、頑張って、俺たちのガッツとド根性と、あと、俺たちはミネソタ二中の頃からの仲間でやってっから、ミネニの、ミネニの二中魂で切り抜けられると思ったけども、一旦降りて、ちゃんと調べないと、わかんねえっていう感じになっちゃったっていうね。だから、あの、一回降りてくれるみたいな。降りて。さらに二時間ぐらい、なり始めて。それで、ちょっと、 朝の10時ぐらいからなんだけど、もはや、午後も午後3時4時ぐらいになってくるの。なってきたところで、俺、この飛行機飛ばなかったらどうなるんだろうって考えてきたら、俺帰って、火曜日に帰って、の昼、昼過ぎに帰って、その日ゆっくりして、その次の水曜日に Q 様の本番なわけ。これ一回 CM 入れた方がいい。<laughs> <laughs> この、この後愚痴のすごいの来るから一回 CM 入れないとこれ、時間切れるんだ

エロ本でも見当てるしかないのかよって開けたらあれ引しの奥に一冊を取ってるみたいなやつが2年前のだけど新鮮新鮮ロス初ロス初がね11時午前11時ぐらいの便かな待ってたのがでそれがそのまあエンジントラブルというかエンジンチェックね。後で後で分かったのはこっちでもちゃんとニュース出てたと思うけど ボーイング787が炎上したじゃん。炎上して、まあな、あの、ガソリン漏れみたいな、燃料漏れみたいなのあったじゃん。あれがあったせいで、同じそのボーイング787を細かくチェックせよと。そう、全世界で飛んでる同じ機種を細かくチェックせよっていう命令があったらしい。で、俺らが乗るその飛行機も、 その同型のボーイング787だったから、そういうことになってるらしいんだけど、で、夕方になってもわからない。どうなるかわからないっていうことになってきて。で、俺この飛行機乗れなかったらどうなるのかなっていう、ね、で、この飛行機は、その、俺たちの乗ろうと思ってた、 飛行機の会社のそのロ,ロスから日本に行く飛行機の最終便だと。ただ次の日になっちゃうと。で次の日になっちゃうとどうやっても俺 Q 様の本番に間に合わないの。次の日の飛行機だと。でしかも、俺一昨年にニューヨーク行こうと思って飛行機が飛ばなかったという経験をしてて。でその時に学んだんだけど、成田空港 っていうのは、その近隣住民とのもう約束で、夜の11時から朝までは飛行機の離発着をしないっていうルールがあるから、いろいろ計算してみると、あと、2時間半以内に飛行機の修理が終わって飛ばないと、要するに成田11時以降になっちゃうから、それは、こう、あり得ないっていうか、その、 たとえこっちのそのエンジンチェックが終わったとしても飛行機はもうもはや成田に向けて飛ぶことがないっていうことが、俺にはわかるんだけど、そうじゃないのかって聞いても、ここでは判断できないって答えしか返ってこない。要は、その、それを正確に伝えるのは、え全部分かった後で会社から伝えるから、今聞かれても答えられない。 みたいな。だけど、俺、この飛行機飛ばなかったら終わりだから、もうその正月早々、レギュラー番組すっぽかすってことになるから、つんで、必死こいて調べたら、そんな状況だから、成田に着く便はないのよ。もうないのよ。終わってんの。だけど、えーえー、ロスを夜中の12時に出る穴で、朝の5時10分に羽田に着く飛行機がある。 うわこれ、これかと。これに乗って帰るか。で、問い合わせたら、あの、まあ、アメリカの、まあ、日本語のできる旅行会社で、まあ、一応知り合いのいいところに、こう、電話をして、今こういうトラブルに見舞われてるんだけれども、その飛行機に乗れないかっていう、ね、その穴に乗れないかって言ったら、今調べてみます。そしたら、 この時期、ものすごく飛行機が混んでると。で、ほとんどいっぱいなんだと。どの便もいっぱいだったんだけど、この穴に関しては、ファーストクラスなら、一席だけ空いてる。で、今から頼めば、今から電話すれば、取れる可能性がある。取りますかって言われて。あ、じゃあもう仕事には変えられないから、と、ちょっと待って、いくらって言ったら、78万円です。<laughs> 78万円 <laughs> !78 万円 <laughs> おい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 お78万円だよ。ね。俺言っとくけど、エドモントンで6万ででんぐり返るぐらい切れてたんだよ俺。<laughs> 飛行機一七78万円。 ちょっと待ってくれと。ちょっと待ってくれと。で、向こう側は、いや、ちょっと待ってくれはいいけど、このファーストクラスですら、一席しかないファーストクラスだから、こう言ってる間にもう埋まるよ。いやいや、ちょっとだけ待ってくれと。ほ <laughs> いでいてもそのカウンター行って、今もうこういうことになってるんだと。ね。その、えっと、この飛行機が、治って飛ぶ可能性というのはどれぐらいあるのか教えてくれっ,つってね。それは言えない。<laughs> <laughs> それは言えないが、言えないが、今の時点であなたがそっちの飛行機に乗るってことを決めるのならば、こっちはあなたの都合によるキャンセルですからね。みたいな。何言ってんの今、今お前何確認した今。今何それだけは言えるのそれだけは言えるの要は、まあまあ、そういうことだよね。今乗らないなら乗らない。なんか本当に、 処理、後で処理するときに一人分処理がいらなくなるからぐらいのトーンで、乗るのやめんなら今言ってみたい空気出してんの、こいつえ、ちょ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 、と思って、これやばいぞ、これほんとやばいだって、変な話、今から予約、例えば予約するじゃん。その飛行機78万出すって決めて予約するとするじゃん。予約すると、出るのは夜中の12時。で、もしだよ、その飛行機待ってる間に、 もともと乗る予定だったやつが、やっぱ出ますってなった時に、航空その旅行会社電話して、その78万の飛行機なんだけども、まあ、一旦抑えるとするじゃない。一旦抑えて、逆にこっちの飛行機飛ぶから、それキャンセルっていうことはできる、できませんと。<laughs> 出た、出た、出た乗らないのに78万円はないだろ乗らないのに78万円は、それは絶対ないわと思いながら、もうすげえこう、兆候に入って、 もう、その、ど、どうしよう、どうしようと思いながら、したら、この、ファーストクラスの飛行機を決断するまで、どれぐらい時間猶予ありますつ言ったら、いや、猶予も何も、誰かが抑えたらもう終わり、今のこの瞬間も終わりです。って言ったら、その、こ、その、旅行会社の人が、はっはっは何何何あ今モニター見てたんですけど、はいはいはいビジネスが今一つ開きました。 それ乗っけて、ビジネス、それ乗っけて、38万円です。安くなってるけど、安くはなってるけど、38万円ってす、すごくないすごくない ?38 万なも、キャビンアテンダントのおっぱいは吸えるのその値段を出せば、吸えたりはするのあ、スリッパを持って帰っていいんだ、それはどうもありがとう、ぶ分いいスリッパを。そう、払ったよ、38万。 払った。だってもうね、そら、はい、その、いろんな、さあ、ことを思う人いると思いますよ。38万という額に対して。でもね、それだけ、自分の勝手な遊びのスケジュールで、レギュラー番組の収録に行かないってことが、それぐらい許されないんだよね。だから、これは2月の、頭、11日ったかな、ぐらいにある Q 様のスペシャルなんだけど、 ま、いつものように僕しれっと座って Q さ様にチャレンジしてますけど、皆さんよく見てください。こいつ、38万燃やしてる顔だと。38万を燃やした上でこの番組、出てるんだと思うと Q さま5倍ぐらい面白5倍ぐらい面白くなるから。あと、その、パスした飛行機、飛ばなかった上に、次の日振り返った飛行機も、飛ばなかった。池田は、 玉結びに大穴開けてるからねあいつは <laughs> 電気グルーブ <laughs> ミッシングビーツすごいよね俺さその夢にも、うん 自分のお金でファーストクラスに乗るなんて思ったことがないし、まあビジネスクラスも乗ろうと思ってもないし、エコノミーも、えー、ケツを真四角にしながらどんな長距離でもエコノミーに乗ってくるわけですけども。まあ、あのー、いつか好きならば溜まってるマイルの、マイルを使ってアップグレードで、ぐらいの。 だけど、もともと買ってる、それも最近、その今回の旅で来たんだけど、俺たちの買ってるような格安チケットってびっくりするぐらいの格安チケットだから、アップグレードも禁止なんだよね。<laughs> 今回淡いオクマと思って、俺黙ってる場合にアップグレードしようと思ったら、生きの、まだ夢見てる頃よ。飛行機は飛ぶものって思ってる頃よ。飛行機、飛行機っていうぐらいだから飛ぶんだろ飛んでいくから飛行機だろあれって思ってる頃のやつ 頃に言ったら俺らの買ってるような、いわゆる超格安チケットは、いわゆるそのアップグレードもできないし、その瓶の変更もできない。で、飛ばなかったらそれっきりって向こうの言うままに、次の瓶に乗るしかないっていうのとかすげえ勉強になったんだけど、その現地の旅行会社のさ、人にさ、その、もう、だって乗る数時間前に頼んだ乗るもう、乗車する、えー、数時間前に頼んで、 ファーストクラス78万円ですって言われたのが、低価なんだなって思ってたら、家帰ってネットで調べてみたら、ロスと日本の間を、アナのファーストクラスで移動すると、109万円もすんのね低価って。何それ ?109 万。だってさ、超格安チケットってさ、ロス日本便の片道だよ、しかも。片道で、 だって季節によったら3、4万って時なんか全然あるでしょ同じことすんのにだよ。で、結果ビジネス乗ったじゃん。38万のビジネス乗ったじゃん。スポーツ新聞の種類は多いね。<laughs> でもさ、変な話、向こう行く便だからさ、1日前のやつだよ、要は。要は1日前だよ、日本のスポーツ新聞のがいっぱい見えても、落ちてるって。気をつくのよ、このゴミ箱に担当あるやつだって、そんなやつ。<laughs> <laughs> まあ、誰一人、あの、キャミアテンダントさんにおっぱいを吸わせてもらってる人はいないっていうことは、<laughs> 俺は言わなかっただけじゃなくて多分誰も吸えないんだと思うし、スリッパは持って帰っていいってなったのと、<laughs> あとさ、やっぱさ、ビジネスクラス、確かに、俺じゃなくても標準体系の池田ディレクターとかが行ったら多分、エコノミーに比べてすーげーなってなると思うのね。でもね、超きついのがややきついになるだけだわけ俺のデカさだと。結局は。 だものすごい、その、違うとも思わないしね。あ、それより、この話帰ってから言って、あ、ごめんなさい、これフリートークうんぬんじゃないやつあったわ。クレームあったわ。あのね。最後、その、ロスで、俺が、えー、その、穴の瓶に乗ることになりましたって、元々の瓶はキャンセルになりましたって時に、その、元々の瓶は、 なんかよくわかんないけど、全然違うこうターミナルについてんの。どっちかと,とアメリカの国内便ターミナルみたいなところでロスの空港ついてて。ほいで、アナとかは、で、その国内便ターミナルからまあ日本の成田に向けては出るんだけど、要は特殊なところについてるわけ。ほいで、俺のその次に乗り換えなきゃいけないそのアナの便っていうのは、えー、国際線のターミナルになって。で、どうやら、あの、 この国内便タームにあると国際便タームにあるってのは割と離れてるようだって話になってきて。で、地図見るとちょっと離れてるから、表出てすぐタクシーで移動した方がいいぐらいの距離なんじゃねえのかっていう話になって。ほいで、結局、良かったっちゃ良かったのは、その、俺が出発しなきゃならな,ならないっていう時間の少し前ぐらいに、結局こっちの飛行機飛びませんっていうことがわかるわけ。 飛びませんと。修理にも時間がかかるし、えっ、ー、と、その、行き先の、成田が、11時以降、発着禁止なんで飛びませんってのね。俺が言ったよね、それね。<laughs> 俺がね。それ俺言ったやつだよね。っていうことで、飛ばなくなるわけ。飛ばなくなるから、よくわかんない。すげえなと思うのは、<laughs> すごくない ディレクターの池田ですよ。ね。えー、離婚してますから独身ですよ。と、俺の神さんが一晩泊まるっていう、<laughs> その、えー、ロスに一晩泊まるっていう状況になりまして。ほいで、だから、その、池田と神さんがその、タクシーのところまで見送りに来てくれるんだけど、来てくれて。じゃタクシー乗り場行って、俺より全然、俺ほとんど英語できないから、その、池田ディレクター英語堪能なんで、タクシーの運転手さんに、あのー、 国、国内、この、こいつを、国内、国際線ターミナルまで行ってくれって言ったら、この一番前で待ってた、タクシードライバーが、ぶち切れて、なんだと、死刑を歩けよ、バカ野郎、みたいな。で、途中、で、もうなんか、 池田もこの旅でいっぱい腹立ってたんだろうね。その、え、次から次へとその交通機関のめちゃくちゃにさらされてるから、腹立ってたんだろうね。池田が切れて、俺あんま池田切れたこと見たことないんだけど、まあ、俺らもこの旅の間に、推しの弱さみたいなもの、日本人の奥ゆかさは、イコール海外で推しの弱さとなり、アメリカ人に舐められる、カナダ人に舐められるってこと、いやってこと経験してるから、そこで池田のスイッチ入ったんだろうね。なあ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 、行けっつったらいけよ、お前と。 ね。行けたら行けよ。客だと。ね。離れてんだろって。インターナショナルターミナル離れてんだろ行けよって言うわけ。だそいつはまた、いやいやいや、2分ぐらいだっ,つったよね。歩いて2分ぐらいだから歩けって言うわけ。<laughs> ね、で、また行けがだから冗談じゃねえなんと、もう歩いて2分ってことは絶対ないから、絶対乗せろみたいなこと言うわけ。で、最終的にもう、ねじ込まれる容量をねじ込んで、じゃあ伊集院さん東京でなんつって終わったじゃん。 その後さ、ブチ切れてるドライバーと俺二人なわけ。<laughs> 超ブチ切れてるドライバーと、二人きりなのよ、中で。しかも、二分ってことねえよ。もっと離れてるだろうって、その池田は捨て台詞を言ってまして、その捨て台詞の通り、結構離れてるんですよ。延々と二人なんですよ、このブチ切れてるこいつと。二人の上にもっと恐ろしいことに、僕ら、 えー、もともと、ラスベガスから、そのロスにワンバウンドだけして、そのロスからもう、その飛行機乗り換えるだけだから、僕その時に残ってたドルを、ほとんど使っちゃってるんですよ。だからその時に僕が持ってたドルが40、と30ドル。30ドルしか持ってないんですよ。なのにタクシーメーターがガンガン上がってくるんですよ。俺こいつ2分って言ってるし、その、ディレクターの池田も、その、 歩いていけない距離じゃないけど乗った方がいいんじゃないかぐらいの話してたのに、27ドルなんですよ。もうメーターが。こいつぶち切れっぱなしで27ドルで、もう、その、なんていうの、おそらく言ってることは、もう、その歩きゃいいのに、乗ったからには、あの、最後まで乗,乗ってくれよ。すごい渋滞にはまってんだけど、降りるって言わねえだろうなぐらいのこと言ってるんだけど。 その時点で俺金足りなくなっちゃうからもうどうしたらいいかわかんなくて、結局降りて27ドル、俺最後26ドルかな最後4、4ドルしか持ってなかったから、細かいの全部かき集めても、ほいでギリギリ降りて、ほいでその穴のカウンター行って、こんだから考えのこの先ってお金いること何もないよな。お金いることあったら俺終わりだぞ、ドルいることあったら終わりだぞと思いながら、まあ、カードがあるからなんとかなるかと思いながら、 結局は、アナのチケットをもらって、したら、あの、ビジネスクラスだから、ラウンジに行けるな。ビジネスとファーストの人だけ入れる待合室に行けるわけ。 で、その待合室でさ、4ドルしか持ってないの俺だけだよなって思う。<laughs> この待合室ってなんかわかんねえけどさ、ちょびひげみたいなやついっぱいいるわけ。要はもともとビジネス乗ろうと思ってビジネス乗ってたやつとファースト乗ろうと思ったファーストしかいないわけじゃんか。俺、しわしわの4ドル。しわしわの4ドルよ。で、またさ、その、いわゆる、そんなラウンジなんか行ったことないからさ、そのラウンジにさ、カップラーメンとか、あとそれから、けっ こうな、ちょっとこう、チーズの盛り合わせとか、あと、ジュースがすごいたくさん入ってるやつとかあるんだけど、それが、有料なのか無料なのかがわからないのよ。<laughs> でもずーっとこうやって見てるわけ。そうするとさ、ちょびひきがパッと出てきてさ、バドワイザーみたいなか取ってさ、俺たちき飲んでんだけど、金を払ってる様子はないからなとは、ただこれもし、出るときに払うにしても、誰もチェックはしてねえしなと思っがら、飲みてえな喉乾きさっきの。 タクシーの中でもう喉からんからだよカードがあるから大丈夫かなと思いながら、結局そこ何も飲めなくて、ほいでとまた出てさ、ゲート、そのもうそろそろ出発時間っていうところにさ、なってさ、ゲートのとこに行ったらさ、自動販売機にクレジットカードを読み込むシステムのやつがある アメリカカード社会で、ここ、ここでコーラが飲めるってって、ここコーラを飲もうと思って、で、そこのとこにこうやって、ピッて通してさ、なんか番号を押す式のやつあるんじゃん。あの、よく病院とかにある、TBS にもあるけどさ、A19 番とかってエンターと押すと、中で変なアームみたいなやつがそれ取ってきて、下にこうやって下ろすやつあるんじゃんか。 それ方式でコーラ出てきてさ、飲んだらまあうまいわけ。もういろんなこと、<laughs> なんだろう、もうコーラがすぐ涙になっちゃいそうなぐらいうまいわけ。<laughs> あーと思ってさ、で、そのまま行こうと思ったらさ、後ろからさ、いかつい俺よりでっかいようなさ、外国人の人、肩をわしってつまれてさ、な、なんだろうと思ったら、危なかったのが、あのピッてやるやつ、ピッてやって押したら出るけど、 最終的にもっか回ピッてやってエンドって押さないと延々と出続けるらしいね。要するにだから、俺、今後ずっとロスの空港にいる人たちにただでジュースを提供、<laughs> そのカードの限度額まで、ただでジュースを提供することになるのを、その2メートルぐらいの黒人の人が救ってくれて、お前のやつまだこれフリーになっちゃってるけど大丈夫なのかつっ,って。だ <laughs>、ダメです。救れてくれ <laughs> そんなちっちゃい、そんなちっちゃいことも。 ありながら無事帰ってきましたね。ただなんだろう、もう今年は今のところ全くその乗り物運がダメで。もう38万の先ゃ小ネタも小ネタなんだけど、それ帰りにさ、もう羽田ついてんだよ。羽田朝、朝早すぎてさ、電車が動いてないわけ。で、ちょっときでついてたし、電車が動いてないから、じゃ羽田からうちまでタクシー乗ろうと思って、うわ、この辺も高えなとこで。38万に比べたらまあなと思うじゃん。ほんで、羽田からタクシー乗ったらさ、家まで8700円ぐらい 結構な額ですよ、タクシー走っての。8700円ぐらいかかって。あーもう俺お腹も空いちゃったし、家帰っても神さんがいないから、結局一人の家に帰ってくるわけだから、ご飯もないから、コンビニによってご飯買おうと思って、すいません、運転手さん、コンビニの前で3分だけ止めてもらいますっていう話したら運転手さんが、8700円。あのー、いいんですけど、今、羽田からお家まで帰る人にキャンペーンをやってまして、 どんなにメーターが出ても、その、この区ですと、6700円か均一っていうキャンペーンをやってるんですってって。そこで俺はそのキャンペーンを始めてするわけ。するんですけど、コンビニ、その、他のところに一回でも、その、経由されますと、その割引がなくなるんです。って言われて。そう言われちゃうと、今まで知らなかったら8700円払えるけど、そう言われちゃうと悔しくない <laughs> みたいな感じで、家に帰り、で、その次の日今度、乗ったタクシーが、仕事行くのに乗ったタクシーが、新米の運転手さんで、遅刻、もうその、俺からしてみたら38万かけて来てる Q 様だから、とにかく38万以上の働きをしたいんだけども、で、しかも、俺が38万かけた理由は、俺の個人的な事情で、その、 テレビ局のスケジュールを暮らせることは、わけにはいかないっていう理由なのに、このタクシーの運転手さんが、テレビ朝日に行く途中に、え、黄色い車線を追い越し車線に出て、その場で白バイに捕まり、<laughs> <laughs> 延々と聴取を受け、入り時間に遅刻するという。<laughs> 今日は今日で雪の中に乗ったタクシーが、 結ツを滑らせて45度ぐらいこう横向きになって、後ろから来た車に追突されそうになるわ。乗り物運がないね。<laughs> 全く乗り物運がな <laughs> い,い。やめてやめて、やめて